どうってことない。 手を貸そう。頼む。叩き切る。3秒後、クイロ。 どうした？あれを使えば向こう側へ行ける。うん、私なら飛べそうだ。頼めるか？ああ。 私の出番だな。これでいいかな？ もんばっか作りやがって。選ぶぜ。どうだ。うん、こっちだな。近寄んじゃねえ。対戦だな。遊んでやってんだよ。えっとな、続けるわ。いや、上げてくれ。いつも角度はいい、見極める。続けろ。 気を失う。待ってました。はあ、うん、そこだ。やってやる。締めろ。こっちはどうだ。炙り出す。いや、集中して。待った。締める。切れる。突き崩す。 頼られちゃうな。そうだ。どんなもんよ。どうよ。これで逃げぜ。さあ、
戦列だ。ありったけをぶつけろ。大丈夫か？ああ、問題ない。なら、いいけどよ。出口か。これからどうする？まずティファとエアリスを見つける。それから屋上だ。どっかにエレベーターがあんだろう。邪魔は入ったがやることは変わらねえ。さあ、行くぞ。扉がロックされたようだ。引き返すのは無理だな。大したもんだな。やったね。ナイス。待ってて、私たちもそっち行くから。向こうに何かあるようだ。ああ、そっちは無事か。この通り。でも、どうしよう。この部屋、出られないみたい。ああ、聞こえるかね？北条。どうだね。私の実験場どうだ。すなわち、世界の最先端の居心地は。光栄に思いたまえ。私の大いなる仮説の検証に君たちも貢献させてやろう。は？準備が整い次第第三研究室の扉を開ける。あ、いや、そこにいるならちょうどいい。準備の方も手伝ってもらおうか。有益なデータを期待しているよ。準備だ？あの野郎、何を勝手に。無視して先に進めない？やつのことだ。都合のいいデータが取れるまでここから出す気はないだろうな。研究室って言ってたよね。
手助けできないぞ。気をつけてな。うん、分かってる。俺たちはここで待ってる。何かあったらすぐ通信だ。いいな？了解。クラウド、大丈夫かな？様子ずっと変だったよね。うん、でも心配ないよ。それよりティファは？え？平気だよ。扉はあったけど、まだ開かないみたい。そうか。あのね、北条が言った準備、あれを操作するんだと思う。中央端末か。なるほどな。報告しよう。俺たちは中央端末を目指す。連絡するまでそこにいてくれ。何の研究だよ、ったくよ。空から来た最悪、ジェノバ。北条の半生はジェノバに捧げられている。電気なんか聞きたくねえ。この施設で行われているのは、ジェノバ由来の生態情報を生物や機械に埋め込んで強化を試みる研究だ。北条は実験体の仕上げを我々にやらせる気のようだ。ああ、あの野郎どこまでふざけてやがる。すでに実験体の運命は決まっている。楽にしてやろう。まず中央へつながる通路を探そうか。油断はできない。おう、任せとけ。叩き切る。くっ、そうだ。力が来い。俺が言ってた。やってやら。こっちか。
行くぞ。覚悟はいいか。このまま行くぞ。ティファーたちがいるのは第三研究室の前だというか。スイッチは4つ、研究室も4つあるらしい。中央端末を操作した。扉は開いたはずだ。研究室には多分北条のモンスターがいる。無理はするなよ。ありがとう。行ってくるね。やだよ。
見て、上から行こう。
下も通れるようになったかな。そこにいてくれ。何かあったら連絡する。うん、気をつけてね。扉を開くことが先決だ。制御班は退避してください。テストを開始します。これも負けっから死ぬな。選べ。何待ってました。行けたろ。行くしかねえな。果てまで暗い。行くぜ。チャンス。
慢のおもちゃがガラクタになる気分はどうよ。おもちゃが壊れる様子は何度見ても飽きないね。まあこんなものか。次はあれだ。に専念しよう。
気をつけ。覚悟はいい。研究室か？扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある。通ってきた扉はもう閉まってんだろ。ロフ、道が繋がっていればいいが。たちに中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ。Thank you.
せていいか、私の出番。行け。怒ったか。お疲れ様。研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち繋がってるかも。うん、調べよう。私の出番だな。見て、エレベーター動いてない？逃がす気はないということか。本当嫌な感じ。残るは第四研究室のみ。あとはクラウドたちに託そう。輸液確認、該当エリアのサンプルテストを開始します。大丈夫だよね？うん、クラウドに報告しよう。シロス、うん、エレベーター見つけたよ。そうか、よかった。でも、今は使えないの。多分北条の仕業。奴の思惑通り第四研究室へ行くしかなさそうだ。こっちで操作したから扉は開いてるはず。分かった、そこで待機してくれ。じゃあ研究室の扉まで戻るか。
全力で行く。極意流だ。キラッ。消えろ。次も頼むぞ。そっちもな。ウェッジのやつ、すっかり待たせちまったぜ。ああ。お前、懐かれてたな。かもな。あいつ、結構人見知りだぜ。ああ、同類だ。いざって時は頼りになる。ああ、同類だ。任せて。
倒したか。そうでなくてはな。データは一通り揃った。検証を次のステージへ移すとしよう。こっちから鍵がかかってるんだ。開けてあげよっか。さっさと抜け出して屋上へ行こうぜ。向こうにエレベーターがある。ん？動くかどうかは北条次第だが。動きそうだね。北条め、気が済んだようだ。ははは、サービスした甲斐があったぜ。戻ってきたね。ああ。おい。誰が？行き先は同じか。行こう。のエレベーターを使えば中央端末までは戻れる。気がかりがあるなら今のうちにな。問題ない。行こう。
レジデントの野郎どこ行きやがった。セフィロスは。待て、何か聞こえる。助けてくれ。おーい、おーい、誰か、おーい、助けてくれ。助けてくれ。これは愉快な状況だ。頼む。限界だ。それならいくらでも。金じゃねえんだよな。助けてくれ。助けてくれ。望みを叶えてやろう。俺の望みはささやかだよ。お前が死ねば9割方実現したも同然。残りの1割の話をしないか。大したもんだぜ。この状況で交渉するつもりか。バレット、やめて。ミッドガル中に放送するんだ。まずあんた自身の口から7番街の真相を伝えてもらおう。それから俺たちの名誉の回復。アバランチは誰の手先でもねえ。都市のため、市民のために命を懸けて神羅と戦う。それがアバランチ。その俺たちに神羅は屈したと宣言するんだ。なるほど、名誉の回復か。それは重要だな。マコールの停止や星の未来より重要というわけだ。ああ、天武、甘いのだよ君ら。真相、名誉、自由、勝利、なんと利己的なことか。しかもだ、神羅なき後の未来像、魔皇なき世のビジョン、何もないのだろう。いつ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば、市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか。正義の執行者気取りはさぞ楽しかろうが、潮時だ。今一度正義とは何かをよく考えたまえ。持ち時間はほとんどないまで。一つ教えてくれ、てめえの正義は何だ。バカめ、すぐにゴミになる包紙などいらんのだ。重要なのは決断と実行。好機はまずつかめ、邪魔者は即座に排除、やれることは躊躇なく。
報酬は？全力でいく！さあ！チャンスだよ！どうぞよろしく！
がってやる。勝つのはいい。勝つのはいいな。叩き切る。消え失せろ。頼む。こちら。
り。Thank you.
こちらアバランチ第3飛行隊、これよりメンバーの救出へ向かう。ありがとう。大丈夫なのか？うん。で、奴は？逃げられた。俺たちもとっとと逃げようぜ。残念だ。危ない。ちょっと伝統の息子だ。ああ。引くぞ。ああ、まだいい。シンナをぶっ潰すチャンスだろうが。エアリスを家に返す。俺が時間を稼ぐ。だったら俺も残るぜ。行ってくれ、バレット。頼む。ちっ、あったよ。お前もすぐに来い。Thank you.
お前はソルジャーらしいな。となれば私は雇い主だ。元ソルジャーだ。世話になったな。一人も逃がすな。二人きりだな。細かいことは気にするな。すぐに終わらせる。釣れないな。狙うぞ。やるな。消え失せろ。三秒後を食いろ。こちら関係元気確認、迎撃を頼む。了解。俺を舐めているのか。まさか。ギリギリだ。だがこれがいい。
炙り出す。焼き尽くす。はせろ。くわっ。しゅっ。なに。焼き尽くす。せっめつする。勘違いするなよ。神羅は生まれ変わる。私の手で。簡単にくたばる奴らじゃねえ。だから…なんだ。クラード。くそ。おい、助けに行かねえと。おい、なんだ。おい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 ！
って。
入れてくれ。私の出番。せめて一気に。待ってました。はいはい。ビリビリ。ガノンどうかな。ガノン。そこから狙える。頼られちゃうな。集中砲火だ。覚悟しな。
あとはあいつらと合流して。包囲完了しました。よし、よくやった。まあ俺にかかればこんなものだな。しかし、なんだ貴様らは。どういう組み合わせだ。アバランチ、スラムの花売り、実験サンプル。他の奴らはどうした。さあな。まあいい、どうせ袋のネズミだ。古代史の女は捕らえ、あとは殺しても構わん。エアリス、あんたはマリンを守ってくれた。今度は俺があんたを守る番だ。待って、持ってくの、船。